こんばんは恋愛婚活スタイリストのジュリです今日も youtube をご覧になってくださってありがとうございます今ですね概要欄から LINE のお友達を募集してます youtube では話さない深いお話をさせていただいてますのでぜひお友達になってくださいチャンネル登録の方もお願いしますでは今日はですねモテる男性はあれがうまいというお話をさせていただきたいと思いますで、モテる男性ってもうほんとね 上手いんですよあれがそのあれがうまいからこそ女性はあ何とも思ってなかったけどすごい素敵かもとかあ好きかもしれないとかあ会いたいなとか思ったりすするんですよねそれは一体何かというとやっぱりね押しががいいすすのが上手いです結構大多数の男性がこう振られるのが怖いとか嫌われるのが怖いって言ってあんまりね押さない。 人が多いんですよねもしくはこう ky の押し方とか <laughs> だから押すの相手がこう相手の様子を見ながら今だっていう時に押したりとかちょっと押してみてダメだったら引いてみるとかそういう押しの押し方押し方が上手い人っていうのはやっぱり女性の心をねわしづかみにするんですよね <laughs>。なのであなたももちろんね振られるのが怖いとか嫌われるのが怖いとかあると思いますけれども一度頑張ってビイッて押してみるっていうのはね絶対ありなのでやってみてください。 ではですねメルマガから5つの動画をプレゼントしてますのでぜひ受け取ってください概要欄から LINE の友達を募集してます YouTube では話さない深い話をさせていただいてますのでぜひお友達になってくださいメルマガ LINE そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします ではですねうん今日はですね何を話そうかなこの間私が嬉しかったことを話そうかなと思いますえっとね、やっぱりね褒められると嬉しいですよねこの間講座をやってたんですけれどもえ動画よりもねあの実際あった方がね綺麗ですって褒めてくれたのがとっても嬉しかったですなのでねあなたもぜひ素敵なね女性がいたら恥ずかしがらずに褒めてあげてくださいねでは 今日もですね、実はお疲れ様でした。まあ、ゆっくり休んでください。では、また明日。